編成版タイガーファンディング夢に踏み出せ虎の楽屋トーク。受験生版タイガーファンディング虎の楽屋トークです。今回は65歳になって改めて同志社大学に再入学したいという岩井義明さんの会の楽屋です。よろしくお願いします。いや、なんやなんや、なんでそんな持ってきたんや、いきなり。酒井さんまず酒井さんにまずは謝りたい。本当にせっかくね、来ていただいたのに、こんな仕方で申し訳ありませんでした。本当にオールコメントもね、ありがとうございます。なんでそんな冷たいの。いやいやいや、一番元だよ。冷たい、一番元の。この間、あの15人突破ライブに来てもらったんですよ。はい、もう冷たくて冷たくて。冷たくて大丈夫ですか。いや、冷たくないです。めちゃくちゃ応援してますよ。何を。受験日とか応援行かしてください。どうしても、はい、っていうくらい応援します。本当ですか。顔が応援してないですよ。逆にそういう煽り。いやいや、違う違う、ギャップ萌え。いや違う、さっき誰が予測してるんですか。僕がスーッとあの去った瞬間に細井さんが予測したんですか。いや、もう俺殺してね、絶対バイク、絶対バイク。髪が最初なかったから、うん、どういうこととかって言ってたら、来るぞ来るぞ。手抜き親父来る、手抜き親父来る。でもさ、普通のあの令和の虎だったらあり得るじゃないですか、プランまとくらいから、うんうんうん、受験生版で本当に来ると思いました。いや、俺なんかピンときちゃったんですよ。本当ですか。いや、もう岩井さん多分意思の疎通取れてるんですよ。来るぞ来るぞと。僕はいつも通りあのパソコンいじってなんかまあ適当にやってだって。ごめんなさい。どうですか。いや、まあもう僕は全然予想できなかったから驚きましたね。はい。まあただあの岩下の方も本当に僕何度も読んでて大好きだったんで、まあ、応援団何かしら応援できたらなと思ったんですけど、はい、まあただその受験ブランとかもよく分からなかったので、まあ最終的に補正生がちょっと全部しっかり、はい、はい、ケツを持っていただけるということ。いや、指名してきた。そうですね。みんな出したのに俺って言ってきたの。いや、なんかあれはちょっと僕あなるんじゃないかなちょっと思いました。俺はそう思ってなかったっすよ。じゃあどうですか。なんか均等でって言うかと思ったら、いやでも相当多分あの僕横でめっちゃ汗かくぐらいめちゃくちゃ言うから怖かったですよ僕も。いやだって岩井さんはいじられたい人。いや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 、そう岩井さんはねもうよく言うなんとおっしゃったらもうね全然気になる。そうっすか。マブダチなんで、うん、全く気にならないですね。そうすか、はい。なんかヒヤヒヤします。いや、もう怖くてしましたよ。小林さんとかもね、結構いや、そしてもうやめといたわっていう。いや、もちろんね、大丈夫だと思いますけど、やっぱ万が一ってのがあります。万が一、小林さんがぶち切れるの。そうそう、あとは他の会でやっぱこうちょっと喋りすぎた社長がいて、あなたが出る会はもう私は出たくないっていう。え、僕じゃん。違う。あ、違うのかい。それとはまた違うんだけど、まあちょっと最近そういう事故があった。何だろうね、心病のおもちゃ。もう一回あるんじゃない。いや、結局バラしてる林さんが。あ、やばいやばいやばい。なるほどなるほど。はい、吉村さん、どうした。はい、はい、びっくりしました。ホワイトボード書いてなくて、2、3回確認したんですか、そのまま。みんな、そのままで。はい。で、今日一人でやってねって言って、新藤さん。ちょっと僕出るからっていう、そこまで完璧に大根やってはって、すぐ入ってきたんで。めっちゃびっくりしました。読めてないよ。岩井さんのもうね境地はもう全てわかる。もう全てもう手に取る。マジで言ってましたもんね。あ、くる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 みたいな。言ったの言ってた。びっくりした。本当頑張ってほしい。はい、頑張っていただきたいです。あいさん、あの先月1本出ていただきましたが、今月はこんなことになってすみませんでした。いやいや、とんでもないです。いやいや、すごいまたいい会に出させていただいて、岩井さんのね、会社を引退してやり残したことが、これってのはすごく僕はあのいい話で感動しました、うん。ありがとうございます。それを、はい、細井さんがちゃちゃ入れてもうね、心配されました。こんないい話をね、本当。おうちゃんと。あ、まあ私は知ってたんですけど、はい、司会なので、まあなんかどうしようみたいなとは思ってました。けどなんかやっぱり岩井主催のこうエールを送りたい魂みたいなのが改めて聞けてちょっと感動したのと、なんか令和の虎も、令和の虎っていうか受験生版もまさにその時代に合った応援団なのかなと思ったんで、すごく、はい、ええこと言うやん。はい、そうなんですよ。ね、受験生版大河版そのものがね、応援なんですよ。応援なんですよ。ですね。それ。何や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 
売さんの年になるわけじゃないですか、はい、でその時にふと思うと思うんですよね。そういえば30年前にあんなジジイとあんな番組撮って死んじゃってると思うんですけど本当に死んじゃってる可能性あると思うんですけど、はいはい、それでもであんなバカしていじりまくったなって思うと思うんですよ。でその時に僕はなんか例えば仕事やってて30個下のやつにガリガリいじられたとして、まあ俺も祝いにやったしな、まあ許してやるかぐらいの気持ちに30年後慣れたらいいなと思って今日生きてます。あれだだからみんなねやっぱ絶対祝いさんの年になるわけで、まあ元気に過ごしてれば、はい、だから自分が30年先を生きてもらってる先輩なんで、まあ同じ思いにきっとなる可能性ってある。だからまあそう例えば岩さんが思い残したことがその30年前にあるのであれば、僕はそれがなるべく少なくなるように先輩の背中を見て今をしっかりなんかやり残したことがないようにいきたいなっていつも思うんですね。すげえリカバリーしてきますね印象めっちゃいいあの実は広下先生がね、今月から加わっていただいたんですけど、今日僕のこの回を見学をしていただきました、はい、あの笑い声もいっぱい入ってると思いますけどもあの改めてどうでした？あ、もうあのガチでちょっと言わせていただきますと、はい、岩井先生のこのプランを聞いてまず無理だと思いました。というのはもう昭和の根性論で今応援団やってもまずついてくる大学生はいないだろうと、これは無理だなと思ってたんですけど、でもあの細井先生からこんだけいじられてこうなんていうんですかね、流せる幅があってまず合格するだろうし、応援団をこう解説しても皆さんにこう対応してうまくいくんじゃないかな。そうでしょ僕は結構ちゃんとみんなに合わせれるぞですね頑固親父だけど、こういう多様性もあるんですか？あります。そう、すごい多様性あると思いませんか？あれ、みんなめっちゃありますよ。ありますよ。めっちゃある。あれだ、ねだから、何よりもね、こうやってね、一番若者人気の YouTube を使いこなしてますから、うん、それがもう、間違いない。もう最近は TikTok から始めちゃってるからね本当に身を挺して僕やってるんですよ、これもう、しがじゃ来いよだったら月にね、6日しか生まれないじゃないですか、うん、いやもう視聴者も楽しみしてるのどうしようと思った時に、うん、結構なるんですよ。もう綾瀬さんとかがねやっぱ合唱部再建してほしいですよね合唱部再建したくないですもん自信がないよ俺もできることない受験したくねえよ言っちゃったよ、もう頑張るぞ僕本当に受験します。おお、はい、皆さんありがとうございました。受験生版大会ファンディング志願者募集中。夢に踏み出したい熱意のある方大募集。詳しくは概要欄から。